登場になったクライマックス、そこで初優勝を飾りました。令和初一番強かったのは今井美和選手でしたね。そうでしたね、うん、素晴らしい参考する幕出しでしたね。そうですね、いわゆるもらった時のモンダーがそんなにこうメンバーの中に入ったら良くなくてっていう話があって、はい、でそこからやっぱり1号艇を引いたというんでしょうかね、トライアルの中で1号艇を最後に残ってた残り服、そこが一番緊張した。そうですね、涙が戦いを終えたメンバーが滋賀に出て。